えお疲れ様です。仮想通貨ランキングのサイト、コインゲッコいうところがあります。これはコインマーケットキャップと並んで人気のあるところなんですけども、私はどちらかというとね、当初からこのコインゲッコいうところを使ってるんですよ。こちらの方から FTX の崩壊を受けてのアナウンスが届きました。このように書いてます。仮想通貨に気をつけてくださいと。 FTX の崩壊を受けてバイナンスは現在流動性危機に直面しているプロジェクトを支援するためのファンドを立ち上げると発表したということですね。バイナンスの CEO である CZ 氏はこの資金は他の点では強力だが流動性危機にあるプロジェクトを支援するために使用されると述べていますと CZ はまた他の投資家にファンドへの投資寄付を呼びかけましたこれは多くのプロジェクトが現在アクセスできない FTX に資金の大部分を持っていると言われているためですと。 ありりますすけどももちょっと意味が分かかにくいいしれないですね要するに FTX の破綻を受けてそこの資金を救済するためのお金を集めましょうってことなんですよでもこの FTX の破綻を受けて資金を取り戻したい人ってすでに FTX で資金をホールドされてる人でしょその人がさらにお金を出すっていうのはあまり考えられないんですけどもねまたこの CZ c ですけども いくらのお金があったらそれができるのかなってことを明示してない以上お金を持って十分な資金が集まらなかったので、えー、まだプロジェクトは進められませんってことでその資金ですら自分の事業に取り組むそんなね取り組むってことが考えられるんじゃないかなと思うんですよまあこういう呼びかけってのはやっぱりバイナンスらしいなと思います自分が救済のための正義の機種を装うことによってさらにね投資家さんの資金を向きに来てるのかなと私は思いますけどもね こんな危険なプロジェクトにお金をぶん投げるつもりにはまあ、全くならないですけどね。ただもうちょっと調べてみないといけないと思います。どんなファンドなのかちょっと見てみましょうかね。それではまた放送します。